最短駆けつけ2時間、特殊清掃遺品整理。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占しけんけんです。こちらは時事ネタニュースの動画です。メインコンテンツにするほどではない案件、できるだけ早く取り扱いたい事件などを配信しています。あくまでも僕個人の考察ですから、エンタメの範囲内でご覧くださいね。チャンネル登録、いいねしていただけますと幸いです。はい、こんばんは。今日もね、時事ネタニュースやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、長渕さんですね、マカロンが結構届きました。というのも、長渕さんがですね、とある発言をしたことによってですね、まあ今までちょっと長渕さんの質問ね収まってたんですけども、急遽バッて切らしましたね。昨日ヘラちゃんも、長渕さんの動画を出してましたから、急遽、皆さんも気になって僕の元にねマカロンを送ってくれたんじゃないかと思います。ではですね、今日は長渕さんについてやっていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。はい、では、1つ目から見ていきましょう。お耳様ありがとうございます。大物ミュージシャンの N さんが自分のコンサートで元女優のレイプ話は事実無根と発言したとのことです。なぜ今頃と、そこが一番疑問です。否定するならもっと早く否定できたはず。お花畑頭脳のファンは信じきっているようですが、どんなにファンであってもきちんと冷静にニュートラルな目線が必要だと思います。熱狂的なファンとスピア宗教にハマる信者よく似てますね、ということでね、お耳様ありがとうございます。非常にこう素晴らしい意見ですよね、お耳様の。おっしゃる通りですね、自分がどんだけ推しているね、まあ、歌手であろうと野球選手であろうと、まあ、その人がねすごいいい歌を歌ってようがね、素晴らしいその例えばスポーツの才能であったとしてもですね、それとですね、まあ、プライベートやったことっていうのは全く別物なんですよね。はい、それを一緒くたに考える人っていうのがすごく多いですよね。だからまあ、とあるプロ野球選手の人がですねレイプしたとか、なんかそういうニュースが出た時もですね、あの人がそんなんするわけがないと、完全に女性側が悪いハニートラップだみたいな決めつけがありますけども、そこは全く別物なんですよね。まあ僕とかはよく新地とか飲み屋さんでプロ野球選手見てますけども、ひどいですからね。はい、でもまあおそらくそういうファンに言っても、まあ信じない人はいるんだろうなとは思いますね。だから実際ですね、長渕さん、これ N さんって書いてますけど、まあ長渕さんですよ。長渕さんもなんかその曲とかはね僕はあんま知らないんですよ。ですけども、例えばそのね歌とかギターとか曲とか、そんなんはいいっていう人がいても全然問題ないですけども、かといってですね、だから女優さん、まあ若林志保さんですね、告発した時にですね、やってないとか、長渕さんがそんなするはずがないっていうのはおかしいと思いますね。むしろ長渕さんとかはですね、まあそういうのはしそうな人、もともと石野真子さんでしたっけね、最初の奥さんともなんか DV の疑惑がありましたし、あとはお薬でも捕まってますしね。だからそういうのが根拠が結構あるんでね。あとはまあ正直ですね、途中から鍛え出して反社みたいな風貌にねなってしまいましたし、ああいう人っていうのはやっぱそういうことをやりかねない。そしてまあそういう噂も多いですし、結構、まあ、面相だけじゃなくてね、そういう言われる素材っていうパーツっていうのは揃ってるんじゃないかなとは思いますね。あとは、スタッフさんを殴ったりとか、まあそういうのもありますし、あとは若林志保さんがですねそこまで嘘をつくのかっていうのが、やっぱ疑問ですからね。だから事実無根っていうのは、まあ僕はやっぱありえないとは思いますけどね。事実無根なら事実無根でですね、その証拠を出すべきだと思いますけども、まあこういうのはですね、いわゆる霊がいるとかいう、悪魔の証明と一緒なので、今更どちらも証明できないだろうみたいな話でこう突っぱねてるんだと思いますね。はい、ということでお耳様ありがとうございます。次行きましょう。結構来てるんでね。広渕様ありがとうございます。長渕剛さんが福岡のライブでファンに向けて例の疑惑について事実無根と改めて否定したそうです。本当に事実無根であれば被害を受けたと主張している若林さんを訴えたりすれば良いと思いますが、なぜしないのでしょうか。広渕さんありがとうございます。まあおっしゃる通りですよね。まあおそらくよほどのファン、ガチファンでない限りですね、フラットに見てですよ、僕も若林志保さん、長渕剛さん2人にですね特別な感情があるわけではありません。まあ両方とも別に好きでも嫌いでもないです。はい、だから僕こそまさにフラットなんですけども、フラットに見てもですね、まあさすがに 99.999% ぐらいは、まあ、若林志保さんが正しいんじゃないかと思いますね。特にね狙いがあったわけじゃなくてですね、まあ、本当にこうずっとトラウマになってたりとか、まあ、許せない行為だったんじゃないかなと思いますね。やっぱ誰かに聞いてもらいたかった。でまあこういうのってね、やった人間がのうのうと暮らしている、昨日のいじめ事件の動画もそうでしたけども、いじめられた被害者が亡くなってですね、そして
いじめていた張本人、加害者がですね、有名なですねスポーツ選手になっている。やっぱこういうのは許せないですよね。いじめの被害者のお父さんお母さんも結局その活躍しているスポーツ選手を見てずっとですね抑えてた感情がやっぱ爆発した、そういう流れでしたよね。だから若林志保さんとかもずっと自分がそういうことされたのに長渕さんがまあ歌とか歌ってですね、まあ、ヒーローみたいな扱いをされてるのを見るとですね、いやいや私はこんなことされてんでと言いたくなる気持ちは僕は分かりますけどね。別に何かを欲しいとかですねすごい狙いがあったわけじゃなくてね、賠償金を狙ったりとかですね、今更っていう話じゃないですか。確かに証明どちらもできませんから。でもやっぱずっとそういうの言いたかったんじゃないかなっていう気持ちは僕は分かりますけどね。広星様ありがとうございます。では次行きましょう。ひまわり様ありがとうございます。毎日暑いですね。暑いといえば暑い男、長渕さんについてお願いします。もともとよくライブに行ってたファンでした。あ、そうなんですね。まっすぐで男の中の男と思っていましたが、例の若林志保さんの件から向かい風になって、その態度にがっかりです。開き直り引退もほのめかしています。ファンである私も逃げちゃうのと思ってしまいました。先生の意見もお聞きしたいですということでね。ひまわりさんありがとうございます。ちゃんとしたねファンの人からこういうマカロンもらえて嬉しいですね、僕も。はい。でもね、ファンの人がこう考えてるってことはやっぱりそうなんですよ。超お花畑ビーソーのねファンがいます。中には長渕さんだけじゃなくてね、他の俳優でも野球選手でも、まあ、歌舞伎俳優でも何でも本当にヤバいファンって言うんですよ。もう信仰してる人間ね。だから何かその人間が罪を犯して逮捕されてもその人間悪くないと、冤罪だっていう人いるんですよ。実際ですね、僕も自分のチャンネルでですね、まあ、レイプした俳優が捕まった時、 A っていう俳優が捕まった時ですね、動画上げたらですね、その人は絶対そんなことしてませんと、襲われたって言ってる女の方が悪いですとか、あとひどいのになると〇〇さんはそういうことをしても OK な人種ですと、はい、普通の人と違って選ばれた人間、芸能人スターですから何をしても OK ですという、なんかまあこうふざけた頭のおかしいファンの人から書き込みが来ますね。まあ、上級国民じゃないですけども何をしても許されます。要するにレイプしようが人を殴ろうが殺そうが別にその人やったら OK ですという、もう狂った意見が来るんで、あ、まあそういう一部のですね頭のおかしいアタオカファンは除いてですね、こういうひまわりさんのようにちゃんとしたファンでもですね、やっぱこういうことが、明るみに出たらですねどうなのと思うのが、まあ僕はこれね、普通の心理だと思います。別にそれによってですね好きだった曲がいいと思ってた曲がよくなくなったりとかしないと思いますよ。まあ、曲は曲ですからね。はい。ただですね、こういう非人道的な行為がですね明るみに出てしまうと、やっぱりこう特にひまわりさんもなんかそんなことをする人が歌ってる曲は嫌だなと思うのはやっぱ人間だと思いますよ。僕の意見もお聞きしたいですと思ってますけども、やっぱひまわりさんのやっぱこう思ってる感情が正しいんじゃないですかね。やっぱそういうの何もなかったら普通にね、歌いいなとか曲いいなと思って聞いてたかもしれませんけども、やっぱこうね女性を殴ったりとかなんかそういうことするのをね耳に入ってしまうと、それは違うんじゃないかと思うのが、まあこれ一般普通の人間のマインドだと思いますよ。ひまわりさん何もおかしくないと思います。はい、ということでマカロンありがとうございます。では次行きましょう。 R ガイ様ありがとうございます。シンガーソングライターの長渕剛67歳が6日に公式 YouTube チャンネルを更新し、一部報道に触れはっきり言う事実無根ですとコメント。俺は N 口じゃねえよ、 N とか W とか X とか T とか Y とかふざけんじゃねえよこの野郎、 SNS は誹謗中傷するとこじゃない、幸せになることいっぱい投稿しよう、分かったね真実はいかにっていう、これひどいですね。あなたはじゃあ幸せになることしてますかと、石野真子さんに DV してましたよね。 あとはなんか国城さゆりさんとか若林志保さんとか、多分ね幸せにしてないからあんな風に若林志保さんもですねだいぶ経ってから告発するんですよ。もし若林志保さんとかですね本当に、付き合ってて幸せにしてくれた元彼としてよかったなと思うんだったらあんな発言しないですよ。あ、だから幸せになることをいっぱい投稿しようっていうんだったら、まずは長渕さんがですね若林志保さんをですねちゃんと幸せにしてあげればよかったんじゃないかなと僕は思いますね。あとはまあ最初の石野真子さんもそうですよね。まあ、離婚っていうのも仕方ないかもしれませんけども、やっぱ僕から見るとですね DV をする、人間っていうのはどうかなと思いますね。あとはまあ聞きかじった話ですけども、テレビのね、スタッフさんとかにも暴力振るったって、まあ、それは多分事実ですよね。それが人を幸せにする行為なのかなと、僕は思いますね。自分ができてないのに人にこういうことを言われて分かったねって言われても僕は分からないと答えますね。
アールガイ様ありがとうございます。はい、次行きましょう。トンボ様ありがとうございます。長渕剛が自分を性被害で告発した若林剛さんを名誉毀損で訴えたことを示唆したとのこと。まっちゃん伊藤淳や長渕剛、どのような裁判結果になるのか注目です。あ、都知事選の結果もと言っても変わらずゆり子でしょうか。はい、トンボ様ありがとうございます。ゆり子でしたね。名誉毀損で訴えた僕は若林志保さんに頑張って戦ってほしいなと思いますね。ほとんどの人たちが若林志保さんのことを、信用してると思いますよ。ただなんかこう無理ありな力でね、ねじ込もうとしてるのかもしれませんけども、若林志保さんは、まあ、被害者でしかないので、まあ、頑張ってここからもし訴えられたんであればですね、戦ってほしいなとは思いますね。はい、ということでトンボ様ありがとうございます。では次行きましょう。あきれ牛様ありがとうございます。長渕剛が自身の YouTube チャンネルを更新し、自身にまつわる報道に対して開き直って発言ですね、発言していました。この約半年くらいだっけな、クソネットの右翼どもに悩まされてたんだけど、俺だよ俺 N 淵じゃねえよ、 N とか X とか T とか Y とかふざけんじゃねえよこの野郎、知らんけどと叫び、騒動について事実無根と断固否定していました。ここまで開き直れる神経が信じられません。まあ、僕もアキレウスさんと一緒でですね、おっしゃる通りで、本当に男らしいのかって言ったら男らしくないと思うんですね。僕だったらもう謝ったらいいと思うんですよね。どうかしてましたと、本当に僕が全部悪いですって、ちゃんと謝罪してですね、何でもしますか言ってくださいって、例えば本当も土下座でもして、そういう YouTube を撮ってくれた僕も、あ、なんか男らしいなと、それは思いますね。そっちの方が男らしいですね。こんな風に開き直ったりとか、なんかバカ野郎とかこの野郎みたいなこと言うのは、全くそのなんか男の中の男みたいなを長渕さんはね、政権好きされたりとか、なんか空手をやってですね、そういうのアピールしてますけども、筋トレもしてね、僕は男らしいと思う。男らしいっていうのはやっぱ自分で自分の非を認められる、そして、ちゃんと謝れる、人に頭を下げることができるっていうのが男らしいとは僕は思うんですよね。人それぞれ男らしいっていうね、捉え方違うと思いますけども、僕はそっちの方が男らしいと思いますね。そこら辺がやっぱできないのは本当の男ではないんじゃないかと思いますね。やっぱ過ちとかいうのは人間誰でもねあるもんですから、それをやっぱ謝罪できるかできないか、そこが大事なポイントじゃないかなとは思います。あきる牛様ありがとうございます。次行きましょう。剛は高坂剛だけで OK 様ありがとうございます。まあ僕も同じ通りですね、同じように思います。ケンケン先生こんにちは。長渕剛がはっきり言いますよ、事実無根ですと身の潔白を主張したというニュースを耳にしました。加害中毒者として周知されてしまい、だら下がりの自分のイメージを取り戻したい胸の内が透けて見えます。ファン離れが著しい長渕剛を取り上げてもらえないでしょうか。剛は高坂剛だけで OK 様ありがとうございます。そうですね、やっぱ世界の TK 高坂剛こそ、男の中の男だと思いますね。一応まあヒョードルにですねリングスで勝った男ですから、やっぱ長渕剛よりも僕も、高坂剛ですね。TK シザースの開発者でもありますしですね、僕もこのハンドルネームが正しいと思います。はい、高坂剛だけで OK 様ありがとうございます。はい、次行きましょう。これ最後ですね。モルカ様ありがとうございます。長渕剛の奥さんの塩見悦子さんが華道家みたいな感じでイベントやる広告がインスタで流れてきました。お顔が魔女みたいで怖かったです。トラさんの映画や里見八犬伝の頃はとても美しかったのに、なんかスピ臭かったのですが、小銭稼がないといけないほど苦しいのでしょうか。先生何かご存知なら教えてください、よろしくお願いします。どうなんですかね、ちょっと塩見悦子さんのことはちょっとわかんないですけど、長渕剛さんの件で、まあ、塩見さんが動かないとお金稼がないとダメな状況になってるんですかね。僕のね、まあ、知り合いの方が塩見さんと仲良しなんで、ちょっとまだ一遍ね聞いてみてもいいかもしれませんけども、こういう長渕剛さんに関するマカロンもありましたよということで、採用させていただきました。森川様ありがとうございます。はい、それではこのニュースについて読んでいきましょう。はい、これですね、1月7日昨日のニュースです。長渕剛事実無根です。誹謗中傷、離れたファンにも不快感。最初から聞くなっつーの。歌手の長渕剛が6日自身の YouTube チャンネル長渕剛の YouTube Now 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 に SNS は誹謗中傷の場所じゃない、人の幸せを作る場所という動画を投稿した。動画は博多公演の MC 自ら SNS での憶測や一部報道について触れ、俺だよ俺 N 虫じゃねえよ、 N とか W とか X とか T とか Y とかふざけんじゃねえよこの野郎、知らんけど、散々パラ人のイニシャルをグダ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 言ってくれましたがと切り出すと、名曲 Stay Dream の冒頭の歌詞を歌い、この気持ちがよく分かったね、自分で書いといてなんですがと話した。
長渕は約2ヶ月前に新しい YouTube チャンネル、長渕剛の YouTube ナウナウナウを立ち上げた。一連のネット上の憶測がそのきっかけとなったという。 SNS のない時代から叩かれまくってきたわけ。自慢じゃないけど、俺はな、俺はいいよ、叩かれ慣れてるから別にって感じなんだけど、ちょっとこれは腹立ったもんね。久しぶりにこれだけ集まってくれているみんな、俺をこれまで支えてくれたみんな、俺はみんなを誇りに思ってるよ。許せないと思った。黙ってられなかった。ささやかなかすかな抵抗でございますが、自分のチャンネル持った。その上ではっきり言いますよ、事実無根ですと断言した。一部の客席の拳の上がり方が少なかったことを受け、お前ら、猜疑心持ってるんじゃねえだろうな。俺はっきり言わせてもらうよ、結構残念だった。インスタグラムでピースピースピースで怒りっぽい俺が、いつも笑顔でみんなが幸せになれるように一生懸命笑顔を取ってきた。だけどなんだよ、コメントの中にも、僕は長渕剛のファンをやめます、信頼していたのに、もう歌に説得力がありません、ふざけんじゃないよ、最初から聞くなっつうのと本音を明かした。これはダメですよね。そのみんなこれは長渕さんを信じてたわけですから、最初から聞くなっつうのっていうのは、まあ僕はおかしな、発言だと思いますね。やっぱこうファンでいてくれたことに対してですね、まあありがとうございましたっていうのが普通だと思うんですよね。 SNS の怖さを思い知らされた長渕は、今日からみんなで約束、 SNS は誹謗中傷するところじゃない、俺たちがそれを作ればいいじゃない、人の悪口を言うところじゃないよ、人が幸せになることをいっぱい投稿しよう、そして僕たちがこうやって時代を牽引してきたように、これから先も SNS で希望を満ちて、笑いに満ちて、人が幸せになるようなことをたくさん投稿しようと呼びかけたということなんですけどね。これね、誹謗中傷っていうのがどうかなと思いますね。さっきのこうですね、もう僕は長渕さんのファンをやめますとか、信頼していたのにもう歌には説得力がありませんっていうのは誹謗中傷じゃないと思うんですよね。まあ各々の意見ですよね。だからもう長渕さんがちゃんと本当に事実無根っていうのをですね、証明しないとですね、まあみんなは帰ってこないんじゃないかと思います。それぐらいですね、若林志保さんの投稿には説得力があった。ファンですらね、こういう人もともとファンだったわけですよ。ファンですらやっぱ若林志保さんの方を信用してしまったということは、まあそれなりにですね、若林志保さんの説得力があったしですね、まあ多分本当なんだろうと思ってるから、こういうコメントを書き込むわけですよね。だからちょっとあの長渕剛さんも事実無根であれば、それをちゃんと証明しないと誰も信用しないとは思いますね。はい、ということで今日も行きましょう。今日のアホコメ。はい、今日はひどいですよ。こいつですね、綾崎チャンネルの動画にコメントしてくれた人です。マジシャンが有識者としていることに疑問。マジシャンがスピ嫌いなだけでしょう。ちなみにスピ言ってる人信じてませんが、オタクらのことも正直興味ない、大道芸おもんない、生き方ダサいと思ってる。はい、アホですね。マジシャンが有識者、マジシャンは当然です。今世界で一番の有識者リチャード・ワイズマンも、マジシャンです。そして、前はジェームス・ランディ氏ですね。ジェームス・ランディ氏も有名なマジシャンです。そしてその前ハリー・フーリー氏もマジシャンです。まあこういうのはですね、当たり前なんですけど、まあマジシャンしかですね、種を明かせる人間とかなかなかいないんですよね。大月教授もですね、物理とか科学畑の人間ですから、なんか種明かしできなかったことももちろんね、テレビでありますけども、やっぱこの専門っていうのはマジシャンになるんですよね。そして、マジシャンがスピ嫌いなだけではありません。僕らはですね、普通のこと言ってるだけなんで、スピとかどうこう関係なくですね、証明できるんだったら先に証明してくださいと。まあそれだけの話ですね。で、こいつが許せない、大道芸おもんない、生き方ダサいと思ってる、 お前が一番ダサい、こういうのスピ言ってる人信じてませんがっていうことなんですけども、こういうやつ絶対この綾崎チャンネルのファンなんですよ。こういうパターンでね、綾崎チャンネルは知りませんがとか言えてくるんですよ。でも頭が悪すぎるんですぐわかるんですよね。こいつのアカウントから調べたらですね、綾崎チャンネルにコメントしてたりとかすぐするんで、一瞬でわかるんですよね。大道芸おもんないっていうのは、多分君が理解できる脳みそを持ってないんでしょうね。大道芸の人は、僕もジャグリングやってた時の先生、渡辺明さんとかですね、非常に素晴らしい人です。生き方ダサいとこんな人間にね、思われたくないですよね。まあ京都大学も卒業されてますしね。はい、だからこういうやつが一番ダサいんですよね。こういう発言許せないですよね。僕大道芸人ね、やっぱマジシャンなんで、友達めちゃくちゃ多いんですよ。こういうやつが一番許せないんで、しょうもないやつですね。っていうね、非常にしょうもない人間でございます。むちゃくちゃ寒いですね、このハンドルがね。ちゃんと一応特定班が入れてるんで、やっぱこういうやつ許せないんでね、見つけたらですね、きっちりと、行動させていただきたいと思います。はい、ということで本日もありがとうございました。けんけん TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter、Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いいたします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。